にいいじゃない。小鳥は悪くないよ。さあ踊りましょう。羽田小鳥です。よろしくお願いいたします。遅くなりすいません。君ならどうする？企画でも考えてもらおうかな。飛び出す絵本ってどうですか？付き合ってほしいって言ったら。俺本当は木彫り職人になりたくて。怪しいこれ。段ボール開けてどうすんのよ。羽田さんはそういうの興味ないですよね。せっかく小鳥さんと一緒に行けると思ってたのに。ねえ、なんで？楽しみにしてたんだよ。あれ、榎並くん？こんなはずじゃない。もがけばもがくほどずるずるとどこかへ引きずられていく。どこにも着地する場所がない。だったらいっそのこと現実の世界からいなくなってしまえばいい。誰も傷つかない世界。あなたの国のメリーゴーラン。